八木山は晴れて日差しが強まってきています。今日の県内はこの後高気圧に覆われますので、各地とも晴れや曇り、天気の大きな崩れはないでしょう。一方で今日の最高気温は25度くらいのところが多い見込みです。一方で湿度は大きくは下がらず、ムシムシもしくは蒸し暑い体感が続くでしょう。それからお昼頃を中心に紫外線も強まる予想、宮城県内各地紫外線は強い予想としています。今日この後は熱中症、それと紫外線対策を万全にして外に出かけてください。